え、ドラえもんって猫型ロボットだったの？あ、本番始まってる。9月3日、ドラえもんも誕生日おめでとうございます。スタート。ポーン、田中美穂様、STU48 アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン、朝倉キキ様、椿ファクトリー、アイドル、女優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、大森美優様、AKB48 アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン、小池里奈様、バラエティタレント、女優、YouTuber、お誕生日おめでとうございます。ポーン、染谷翔太様、俳優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、宮下優也様、俳優タレント、お誕生日おめでとうございます。ポーン、梶裕貴様、声優ナレーター、歌手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、栗谷匠様、埼玉西武ライオンズ、プロ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、小宮博信様、三四郎、お笑いタレント、お誕生日おめでとうございます。ポーン、近藤花江様、アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、田村ひろし様、キリン、お笑い芸人、タレント、作家、お誕生日おめでとうございます。ポーン、大溝清人様、バッドボーイズ、お笑い芸人、お誕生日おめでとうございます。ポーン、佐久間一行様、お笑い芸人、お誕生日おめでとうございます。9月3日生まれの運勢はかなりいいみたいです。強運の持ち主で運気がずっといいみたいだよ。20代の出会いでそのまま結婚することもあるようなんだ。仕事運も金運もかなり高いみたいなんだってさ。ドラえもんのことさ、タヌキって言ったら怒られるから絶対言ったらダメだよ。ではまた明日。バイバイ。